させていただきました。20人という少ない全校生徒にもかかわらず、あれだけの元気な、アトラクションができたことにすごい感動をしたところでございます。岩岡賞の PTA におかれましては、本移植公開の研究主題により良い PTA 活動を通して家庭の教育力の向上を図るにはどうすればよいか、心豊かな子どもの育成を目指してとし、この主題に沿った実践研究に具体的なテーマを掲げて、家庭の教育力の向上、多様な実践活動の活性化など一丸となって取り組まれ、大きな成果を上げていただきました。素晴らしいコーラスと見事な演舞でした。全校生徒20人、数が少ないとはいえ、きちんとした健康管理をして全員をこの日に合わせてこのステージに上げるということは並々ならぬことではありません。本当に先生方、保護者、地域、そういった協力の賜物だなと大変嬉しく思うところでありました。この研究公開に対してもこの2年間一生懸命取り組んでいただいたことだと感謝しているところでございます。私たち岩岡小学校 PTA では、より良い PTA 活動を通して家庭の教育力の向上を図るにはどうすればよいかという研究テーマを掲げて研究に取り組んでまいりました。創立は明治22年、成立1889年6月で、今年で131周年となります。学校教育目標は、心豊かでたくましく瞳輝く岩岡の子を育てるです。校訓は賢く仲良く元気よくです。キャッチフレーズは、ウミガメと花と一輪車の学校です。これは4月に行われた新入生、転入生、留学生を迎える会の一場面です。さて、本 PTA の本年度の研究のテーマを、より良い PTA 活動を通して家庭の教育力の向上を図るにはどうすればよいか、心豊かな子どもの育成を目指してにいたしました。本研究を設定した理由としましては、1、少子化による児童数の減少と子どもが置かれている環境の多様化により一層家庭の教育力の向上が必要であること、2、ウミガメ留学など PTA と地域が連携して岩岡校区の伝統を引き継いでいきたいことからです。心豊かで元気よく生きる子どもを育成するためには、1、PTA 活動、2、ウミガメ留学などの周囲との連携、3、多様な人間関係の中にある社会のルールなど、4、家庭の教育力などが相互に絡み合って成し遂げられるものだと考えました。そしてそれを1、PTA としての取り組み、2、周囲と連携した活動のあり方の2つに分け、実践へつなげていくことにしました。まず総務事業部です。ウミガメ産卵のために、ウミガメ監視員と連携して産卵場所を探したり、親子釣り大会などを実施したり、各専門部との連携を図るために役員会の内容を工夫したりしています。研修では昭和51年に開級した親子読書学級の取り組みを継承して家庭読書に取り組んでいます。またそのことを親子文集黒潮として記録に残し、今年で42号になります。補体部では子どもの健康と安全のための活動をしております。親子駅伝大会は本年度で45回目になります。生活指導部では子どもたちの登下校や長期休業中の安全について取り組んでいます。ご覧のようにさまざまな活動の中で中学生や高校生との交流が図られ、和気あいあいたる校風が息づいております。またウミガメ留学制度により他県の環境で育った
子どもたちとの出会いの中で、地元の子どもも留学生も切磋琢磨しています。毎年開校記念日に合わせて、高齢者や校区役員、PTA 役員の皆さんと愛好作業をしたり、グラウンドゴルフを楽しんだりします。ウミガメ留学とは、留学生自身と地域活性化も含めた地元児童への教育効果を狙って、平成11年度から中種町が取り組んでいる授業です。湯若小学校では平成14年度第4期からこれまで延べ91人を受け入れています。留学生歓迎式に始まり、水ロケット作りから打ち上げまで留学実施委員が行います。今年は留学が縁で、東京芸術大学2年、ピアノ専攻の佐伯ひな子さんがピアノリサイタルを開いてくれました。7月には NPO 法人残していきたい過言場面の会の方々がお越しになり、雨にも負けずを朗読したりしました。成果としましては、1つ目、少ない PTA コストを生かした活動ができていること、2つ目、中学生、高校生、地域民を巻き込んだ活動の中で子どもの育成ができていること、3つ目、ウミガメ留学など他からの影響を受けて子どもたちが育っていること、4つ目、子どもと大人が一緒になって湯若高校を愛する心が育まれていることです。課題としては、1つ目、少人数での活動などで責任の所在が曖昧になることや、活動が通り一遍になること、2つ目、ウミガメ留学に対して PDA としてどのように関わっていけばよいのか再考すること、3つ目、ね、少子化にどのように対処していくかということです。最後に、岩岡魂、郷土を愛するということは、多様性の社会においても自分もそれ以外の人たちにも心優しく協働していく心を持つ大きな人間になるということです。これをもちまして、湯若小学校 PTA の実践研究の発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。留学に期待するものというところなんですけども、目に見えて、分かるのがもう児童数の増加であったりとか、ピーコ数の増加というのもあるんですけども、その例にプラスして、留学生、そして岩岡の子ども、この子ども同士のですね、非常にこうお互いの刺激に、なるものであってですね、非常にこう心を育てるいい刺激になっているのではないかなと思っているところです。ウミガメ留学に期待するものということなんですけども、まずはやっぱり地元の児童、地元の子どもたちに有益、地元の児童の成長に役立つ留学制度であってほしいということですね。それと、留学生本人にとっても、当該から来られている留学生本人にとっても、種子島岩岡小学校で生活することによって、健やかな成長を促すようにできたらなと思っております。この留学制度をきっかけにしてですね、全国に種子島中種町の PR であったりとか、地域活性化に寄与できるような海亀留学であってほしいなと思っております。海亀留学に期待することというと、やっぱり、地元の児童、これが活気づくことだと思っております。学校、そして地域が活気づくこと、これが一番だと思っております。全国から集まった人たちに対して、日本その子どもたち、または親の方たちにも種子島の良さを知ってもらって、将来種子島と関わり合いを持ってほしい、これが願いでございます。本当に、多くの、地方で
留学が行われていたわけですが、まあ、中でも中谷にありましたこのウミガメ留学のホームページを見たときに、こんな文章が書かれてありました。大自然の中で人情あふれる地域でまるで家族のように、そして兄弟のように一つになって温かい、人間関係の中で学ぶことができるというふうな、そんなキャッチフレーズが書いてありましたことを機に、これだと思い応募させていただきまして、このようにご縁をいただいている次第です。全国各地に私みたいな実親さんはたくさんいらっしゃると思います。本当にたやすいことではないのは重々、承知はしておりますが、そういう親御さんのためにもぜひこの留学、継続していただけたらというふうに願っております。私は種子島に来た理由っていうのは、小学校1年生の時にうちの親が、新聞に載ってた、種子島留学っていうものがあるけど行くって言われて、何も考えてない小学生1年、小学校1年生の僕に、責任というか選択肢を与えた親が悪いんですけど、それで無理やりなんか分かんないまま、うん、行くって言った数ヶ月後に種子島にいました。ウミガメ留学に期待するものとしては、正直僕のように I ターンで来てほしいものもあるんですけれども、やっぱり田舎なものですので、なかなか踏ん切りがつかない方もたくさんいらっしゃると思います。そういう面でも別に I ターンじゃなくても遊びに来るだけでもいいから、たまに親御さんの方へ顔を出して、種子島ちょっとこういう風に変わったんだよっていうのが知るだけでも多分本人にはすごいいい影響になると思うので、まあ、そういった面でも交流が今後続けばなと思います。長谷小学校在職中の5年生を担任した時に初めて宇宙留学生を担任いたしました。その時が初の宇宙留学の開始時期でした。京南小学校と長谷小学校で南谷の宇宙留学が始まりました。ウミガメ留学に期待するものとしては、その時に得た経験とか、それから縁を生かしていくのがいいなと思っています。例えば、預かった子どもは茨城の龍ヶ崎の出身でしたので、先日大変な大雨になりました。その時に連絡を取ってみたんですが、あ、こちらの方は大丈夫だったよ、お母さんって、今でもお母さんと帰ってくる、そういう連絡がある縁がいいなと感じております。ウミガメ留学と PTA 活動のあり方なんですが、私は P としても T としても PTA 活動に、参加という形を、まあ、長年やってきたわけですけれども、その中で感じるのは、PTA 会員の、保護者として、それから教員として、どちらの立場でもどのように子どもを中心に据えて関わっていったらいいかなという考えるチャンスをくれたのが宇宙留学だったかなと思っております。そういう意味でも、こういうチャンスを生かしてこれからの自分たち、それから子どもたちの人生に何かしらのきっかけを作って、それをうまく利用して PTA 活動の中に生かしていけたらいいのではないかなというのが、私のウミガメ留学と PTA 活動のあり方です。実親はもうほとんど里親さんに任せっきりですので、PTA 活動の方にも、ご無礼ばかりの毎日だったんですけど、だからこそ、実親としてやはりできる限られた機会、つまり運動会の時とか修了式の時など、わずかではありますが、PTA の一員として、里親さんばっかりにお世話になるのではなく、できるところで何かやることはないだろうかということで、積極的に PTA の方々に声をかけたりとか、自分のできることを里
里親さんに伺ってみたりなど、可能な限り、参加することが大切ではないかなというふうに思った次第です。留学生は勇気と大きな決断を持って来てくれてると思うんです。ですからできるだけ数多くの体験をさせなければいけないと思っております。ただその経験は地元の子どもがずっとやってきた体験でなければいけないと思っております。地元の子どもがやってきたことを留学生に体験させてあげる。そのためには地元の子どもにより多くの体験をさせてほしい。これが私の思いです。で特に私とかがバキとかが何か特別な教育をしたわけじゃないんですけども、いろいろ考えてみたらやっぱり自分の子どもは岩子校区に育てられたなというのが非常に最近思っております。剣道のスポーツ少年団の先生、駅伝の先生、相撲の先生、それから PTA の役員の方、子ども会の役員の方、集落のおじさんおばさん、そういう方々の目が行き届いてというか目を光らせていただいた中で自分の子どもを育ててもらったので、なんとかやれてるのかなと思っております。でこの経験をですね、この留学生たちにもぜひ経験してもらってですね、立派なこの留学生たちも立派な岩場考古民として、また実業さんのもとにお返しできたらなと思っています。なかなか自分一人ではできないことではありまして、地域の皆さんにお願いするばかりなんですけども、今塩駒さんも言われた通り、地元の子どもたちがやっているいろんな活動の中に一緒に留学生も溶け込んでいただいて、実親さん、里親さん、学校の先生以外のですね、地域の人たちに知った激励をしてもらいながら、勉強しながら教育を受ければ、立派な岩子校区民として成長できるんじゃないかなと。で、岩子校区民として成長できれば多分どこに行っても生き延びていけると思います。ただですね、私が今預かっている2人の留学生、立派な校区民にするために3月まであと4ヶ月しかなくてですね、間に合うかどうかちょっと今非常に心配なんですけども、あと4ヶ月か頑張って今の留学生を立派な岩子校区民にして、実業さんのもとにお返ししたいと思っております。岩子の場合 PTA 会長、小学校の PTA 会長を持ちますと兼任で、留学の役員になるんですけども、その時初めて留学というものの中身を知ることができまして、知ることによって、他の会員にも留学とはこういうことをやっているんだよというのを、自ら体験を踏まえて説明をできるという状況になりました。もちろん、そばで見ているんですけども、やはりこう一歩踏み込めない部分がありまして、としたら今の PT 会の中にもそういう方がいるのかなと思う時があります。非常にこう少ない PT 会員の中、そして小学校の中でですね、どうやってこう工夫しながら継続していくのかというのがすごく大きなテーマだと思います。不安を取り除くためのやり取りですね、実親さんだった実親さんと里親さんとの関係だったり、その辺をつないでくださった方々とのまた関係とかもあられるんですかね。少しまたお聞かせいただけたらと思います。確かに、私も本当に不安や心配ばかりでした。ただ、着いた途端ですね、本当に皆さん方が仕事を休んでまで、私たち実用家族を大歓迎してくださるんですね。もちろんその日の宴会もそうですし、あと1日コースの遠足なんですけれど、もう本当にそれだけでも不安や心配は吹き飛んでしまって、安心して、子どもたちを置いて帰ることができました。このパネルディスカッションを通して、今一度このウミガメ留学を振り返ってみられて、
再確認されたこと、この場でぜひお話ししたいことなどを最後にお一人ずつお話しいただきたいと思います。今まで その留学生がですね、長期休暇等を利用して、要は里帰りをしてくる姿をよく見かけます。非常にこの就学してから、留学が終えた後というのもすごくこの里親さんとの親子関係というのはすごく大事なことだなと感じています。今後はこういうそのこの応募者数に対応できるような例えば、留学制度の拡充であったりとか推進であったりとか、そういうことも含めてこういった新たな組織体制になってきたのかなと思っておりますので、ぜひせっかくその種子島中種町で、1年間頑張ってみたいという子どもたちがそれだけいるので、せっかくいい地域活性化、地域活性化というか PR の場でもありますので、そういった前向きな方向に進んでいければなと思っています。できるなら種子島留学のままでいてほしかったとは思っております。種子島を知らない人は全国にないと思います。種子島の留学の種子島の小学校の種子島の住民を誇りに思って生きていけたらと思います。実親のための5か条1、留学するなら中種、加賀島旅行行くなら中種、買い物するなら中種、アイタウンするなら中種、ふるさと納税迷わず中種、これはですね、実親の間でも受け継いでいきたいと思っています。他のアイターン者の人を、アイターン者をしたいと思う子がいたとしても、実際来て探すというよりはインターネット上で探すことが絶対多いと思います。ただやっぱりね、田舎なもんでインターネットの普及っていう面では都会にはちょっと劣る部分が多いもん多いですから、例えば住宅がどのくらい空いているのかとか、どういう仕事があるのかとか、衣食住問題がないのかっていうのは、正直インターネット上では全く情報が入ってこないのが種子島の現状だと思っています。そういう面ではやっぱりインターネットで例えば愛探者、ウミガメ留学以外の愛探者を求める際もそうですが、もう少しホームページ等に詳しく記載をしてもいいのかなと思っております。それでは先ほどの岩場小学校 PTA の発表についてご質問がありましたらお願いいたします。ご質問ご意見等どちらでも活発にお出しいただきますようよろしくお願いします。翌小学校 PTA 会長日中です。本日はおめでとうございます。研究発表会素晴らしかったです。研究テーマであって課題の方に載ってました、9ページですけど、意の全ての行事に全員が関わるため、各専門部の活動が曖昧になることがあると出てます。現状翌小学校の、今役員してますけど、確かに、いろんな掛け持ちで、各部のをなくしたりとか、いろんな面でピーコ数も少ないんで、そういう体制を作っているところでございます。ちょっと話に聞いたところ、岩岡とかは母親は代表は別でいる立ててますということも聞きました。ってなった時、三役の副会長の立ち位置というか、活動なり、気がけていることがあればちょっと教えていただきたく思います。岩岡賞は母親代表と家庭教育学級は別なんですけど、母親代表だから特別何かするわけではないんですけど、留学の方の役を持っています。小学校の行事だったり少年団の練習を見に行ったり、試合を見に行ったり、子どもたちと話をしたり、他のお母さん方もですけど、母親代表ということはしてはないです。もう今は家庭だけで子育てをすることは非常に困難と言わざるを得ない
そういう時代にあります。で、まあ、合わせて教育は学校のみならず、家庭や地域などもう社会ですね、社会総がかりで取り組まなければならないというふうに、推進を進めておるところでございます。それをもうまさしくもう先立ててと言いますか、もうすでにされていらっしゃる、取り組まれているというのが岩岡小学校の PTA の活動、もっと言えば、岩岡校区の、取り組みというふうに、私は感じました。非常にですね、先駆け的な意識を持ってそして取り組まれているということで、ぜひこういう取り組みをこの、ま、今日の研究公開という機会をいい機会に捉えていただいて再確認していただいて、新たにですね、まあ、自信を持って先に進めていただきたいなと、思うところでした。この中田町 PTA 移植公開を通して私たちの活動を振り返ってみますと、学校において子どもたちが学ぶ知識については学校の先生方が担ってくださいます。しかしこれから子どもたちが人生を渡り生き抜いていく上で最も大切な教育は、ここにいらっしゃるお父さんお母さん方が PTA 活動を通じて一生懸命に学校のため、地域の子どもたちのために何の見返りも求めずに無償で時には手弁当で奉仕される姿を子どもたちは横目で見ながら、彼らは言葉には出さなくてもたくさんのことを学んでいるのではないかと思います。子どもたちの心に種まかれたこれらの記憶は、将来彼らが学校や職場でやがて親となって家庭や地域社会でたとえどのような困難な状況に遭遇したとしても自らの力で道を開き問題を解決し幸せを築いていくためにヒントや糧となって必ず花開いてくる時期があるのではないかと思います。以上をもちまして、令和元年度中種町 PTA 活動研究移植公開を終わります。